うした騒がしいな。ちった寝かせろよ。敵襲ですよ兄貴。アドマ一日つけ。消えた。まだ手に。再会の鬼よ、瀬戸海の木屑と消えるんだ。兄貴、えらいことになっちゃった。しっかり消えやろ。おい、あれの準備をしとけよ。了解っす。消えたれ。今山に作った城ぐらいでいい気になんなよ。ここまでは完璧。何しやがる。やばなか。突然工事中ですよ兄貴。ジャックにばかりぞ。どけ。よっしゃ、準備完了だぜ兄貴。誰か。どうしたの。何してんだ、トニー。消えたよ。やろう。海の荒くれをなめんなよ。一輪に捧げ立て祭らん。鬼の力、さあ見せてやるとするか。行くぜ野郎ども、突撃だ。この命兄貴に預けたんだ。紛らわしな。動く、動くぞこいつ。どうやって動いてるんだ。超速壁元地下、このようなものを作れるとは。貴様が斜陽ぞ。敵将が赤子のごとく、さすがは御大将。うわ、なんだあれ、でっけー。なんと、あれが噂のからくり兵器か。カラスキの星よ、我が門よ。こやつ痛みを感じておらんのか。くそ、俺の最高傑作の操舵席が。サブリ、目に物を見よう。腹に力入れてけよ。高貴なり、回路を塞ぎ、殲滅せよ。来るぞ、あいつら荒くれもんか。元成様と目が合った。どけ。
長祖壁軍に兵器あり。いい噂流してくれよ。100万石つぎ込んだ威力試してみるかい。近寄るな。売り潰されちまう。息をするほどに安い信仰。知らずの田舎者がよ、分かってんだろうな。この長祖壁元近を楽しませろよ。子供の遊びか。相も変わらず幼い男だ。果たしてあんたにこの鬼が食らえるか。なんてこった。たとえ勝っても大勝ちだよ。空が近いぜ。死ね。あまたの手駒を失ったか。だが構わん。代わりはいくらでも